どうも山田です。本日の朝ですね、いろんなことの更新が実はポケモンが来ておりました。まあ、一番大きいものといえば、スイ君かなとね、僕個人的には思っていたんですが、もっといろいろあったんで、まずそのうちの一つ発表していきましょう。まずはですね、パッチル、こちら新柄追加になりまして、タスクですね、こちら発表になったんですが、カーブボールですね、カーブナイスオアグレート、こちらを、2回ですね、2連続だったかな、をやっていくと出現するというタスクだったんですが、私はまだねこれをね、知らなくてですね、今日の朝の段階で、やってみたんですよ。ナイスが2発あって、でこのナイス2発終わってタップしてみたら、いきなりパッチルボンみたいな感じになってまして、はい、ゲーム画面、はい、出てますすでにねいやーちょっとびっくりですね。とりあえずゲットしていきましょう。はい、よいしょ、パッチールちゃんと、よいよいよい、パッチール以外のタスクも今回すごく OK、グレート、出したい、紹介したやつがいっぱいあるんで、まあとりあえずやっていこう。はい、3回目、 OK、 勝ち、 OK、 よし、とりあえずパッチールゲットぜ。でこいつの柄のチェックでございます。よいしょ、図鑑の方見ていくと、おお、卵が、ちょっと一回卵割っていこうか、一旦卵割っていこうね。はい、なんだお前は、よいしょっと、にゃーすーですぞ。あ、とりあえずパパ割ってちゃおうか、一旦ね卵3つぐらいかな、多分3つか4つ一気に割れるはず。あー、ベトベタプラス1かな、よいしょ、どこじゃ割れました。おーロコーン、いいですね、シロンちゃんいらっしゃい、428シロン、あ、攻撃が一応高いですってところかな。パッチールの柄見ていきますよ。よいしょ、いた、はい、どう、はい、今までのタスクで入手できたパッチールが3番そして8番だったんですが、今回追加されたのがこちらの1番になりました。ということで、8個ある柄のうちの3種がこれで実装されましたね。パッチール、何かのアップデートが来るたびに柄が変わってタスクの中身にもこう変わってって感じでトントントンと来ているので、残り、5回分が楽しみですね。で、ちょっとね紹介したいタスクが実はありまして、ここにある水タイプのポケモンを10匹進化させる、今日の朝の段階で水タイプに関係するタスクが非常にたくさん、追加になったんですね。というところでこのタスクの中身を見ていきましょう。進化させなきゃいけないからね、割とねあれなんですよ、結構必要なんですよ。水と、はい、水タイプをガンガン進化させなきゃいけないから、ちょっとここサクッと終わらせないですよ。よし、水タイプ10匹進化完了しました。ラストはちょっと余ってたね、ゼニガメ、グラサンゼニガメちゃんでやってみました。さあタスククリアできました、報酬は一体何でしょうかというところで確認していきましょう。よいしょ、カメックスできた、タスクチェックドーン。さあ誰だ、はい、ミニ竜なんですね。ということで今回タスクですね、ミニ竜が追加になっています。しかもその水タイプのポケモンの進化というところで、飴の消費ですよね、コストで言ったら割と、かかってはいるんですが、そのなんていうんですか、クリアするための難易度だけで言ったらそんなに高くないので、結構いいタスクなんじゃないかなと個人的には思います。エクセントやったぜ、はい、1回目、2回目、3回目、 OK です。はい、ということでタスク3ミニ竜をゲットだぜ。よいしょっと、356はトップレベルで、ぼちぼちってとこですね。 OK、 ありがとうございます。ということでですね、今日の朝からスイ君の方が、追加になっているんですが、はい、僕はねちょっと前の動画でもお話しした通り、今回スイ君用に、全然標準が合わっておりません。エンテイの方でね使い切っちゃいましたね、っていう感じですので、ちょっと僕はあと4日間、ほとんど、かかるんですが、スイ君も出てますよと。で、今日なんですが他にもタスクいくつか、追加になっています。水タイプでちょっと紹介していきましょう。はい、今現在ですね判明している今回水タイプポケモンと連動して、スイ君と連動してですね、追加になったタスクなんですが、まず、今紹介した水タイプ
タイプのポケモン10匹進化のミニ竜、続きまして、5匹か水タイプのポケモンを5匹捕まえるでクラブ、そしてカーブボールの、ナイススローおよびグレートスロー2回の投げで、パッチールが出ています。タスク今回2種類あるみたいですね。そしてこれ結構おいしいです。ポケモンを交換する、でヒンバスが出てくるみたいですね。トレードだけで、クリアできるというところで、まあ、コストでいったら非常に低いのかなと。そして卵2個返してホエール子相棒と歩いて雨を1個もらうオクタン。ちなみにこのオクタンは僕すでにね1回ちょっと確認しております。ということで今回ですねミニ竜とまあヒンバスかな、ここが結構美味しいのかなと。で個人的にっていうか今回面白いのがですね、水タイプの新しいタスクが来たことによって新しい色違いが実はこっそり追加になりまして、発見報告あるのがクラブでございます。ということでここにある水タイプのポケモンを5匹捕まえるというタスク、これでクラブがどうやら、その狙える可能性があるみたいですね。よし、とりあえず他にもいろいろあるんですが、一旦ですね、まあ、皆様、お気づきの通り今日は僕メガネなくてですね会社にあるんですよ。一旦返していきます。ピント合ってる？はい、ピント合ってる、 OK。 さあ、スタジオの方に戻ってまいりました。メガネもかけましたということで、さっきねちょっとロケの中でお話ししていたパッチールについてちょっとだけ加筆で、ちょっと追加でお話しさせてください。パッチールなんですけども、タスクの中身の柄が入れ替わるじゃないですか。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思います、多いとは思うんですが、一度柄が入れ替わってしまうとその前に出てきていた柄っていうのがもう入れ替わりになっちゃうんですね。なので今回今1の柄ですねが出てきているということは、3と8の柄っていうのは今、タスクの方から入手することはできません。まあ、できるとしたならば以前ですね、タスクでそいつらが出ていた時代のやつをこうストックしている、そういった人がこう消化していった中にパッチール、別の柄が入ってるって可能性あるんですが、今から新規で入手することができません。ということでですね、パッチールっていうのは新しい柄が出たらできるだけね、その入れ替わる前に、早め早めにこう入手しておくっていうことが、結構必要なんですね。なので皆様、早め早めにやっておきましょう。そして今までのタスクの、別の柄のですね、今回の一番以外の柄のパッチールを持っているという方は、もしかしたら、それらを取り逃したという方のために取っておいてもいいのかもしれません。今回の、一番に関してもね、まあ僕ちょっと2体か3体ぐらい確保してね、友達とかが入手できてなかったらあげようかななんて思っております。はい、あとはまあタスクの方で今回まあミニ竜ですよね、あれ入手するときに、まあこれも分かってると思うんですけども、皆様パイルをね、基本的には使っていた方がいいと思います。まあ入手ね、捕獲難易度自体もそもそもそんな別に高い、ポケモンではないんですが、そのタスクさんということはね基本的には逃げるリスクはないという状態でございます。でたまにね演出上で逃げちゃうときっていうのもあるんですよ。であれの発生条件なんですけど、おそらく GPS がこう揺らいじゃってめちゃめちゃぐんぐんぐん動いちゃったみたいな、まあ他にも理由あると思うんですけども、なんですけど、その逃げた演出の後にボックスを確認してみると、入ってるってこと普通にありますので、逃げたマジかって思った後にボックスの方を確認してみてください。でですね、今回ちょっと今日の朝の段階で、まあ、新情報いろいろ来ているのにもかかわらず新しい不具合がですね SNS 上でものすごい話題になっております。これが何かというと EX レード、はい、今日ですね10月の2日、日本国内で EX レードデオキシスが、登場してきております。でパスね皆様配布されている方は、いると思うんですが、これがですね中止と、開催されているそのレイドジムによって中止になっているっていうのがありまして、で中止っていうのは EX の中止っていうのは今までもあったんですが、なぜか今回ものすごくたくさんの数の中止の報告が上がってきております。でこれのねちょっとね皆様のねこう怒りがねこう増している理由っていうのがあって、その直前に来ちゃってるんですよ今アナウンスというかその通知がですね。なんか1時間前ぐらいにその連絡がピュンとゲーム内に飛んできたとか、であとなんだったらその海外とかだとね、もう海外のねもう EX レイドでオキシス挑戦してる方々いるんですが、なんかね30分ぐらい前にやっと通知来たみたいな、そういった報告もございます。まあわかんないですよ、それ全部リアルタイムに僕はそのアカウント見てるわけじゃないので全くわかんないんですけど、結構その直前になってその通知が来たという、お話が結構あるみたいです。僕も今日はEX レート当選していく予定なんですが、
ちょっとわかんないですよね、現状だとね。いけんのかと、参加できんのかと、そもそも。ちょっと怪しいところでございます。なので、ちょっとこの動画を見た方ですよね。まあ、わかんない。この動画どれくらいの速度感でちょっと出せるのかまだわかんないんですけれども、EX レイドっての当選のために、当選している方はですね、ちょっとちゃんと行く前にチェックしましょう。向かっている途中でもいいので、一回チェックしてください。もしかしたら行ってダメっていう可能性全然ありえますので。で、これね、ちょっと難しいのは規則性がね、あるようでないみたいで、例えばそのスポンサー系のレイドの、ジムのところもあればそうじゃないところもあれば、結構中止と中止じゃない境目っていうのはいまいちこうぐわなんかあんまりないというかっていう感じみたいなんで、どういう人がこう落選して中止、どういうジムが中止になってそうじゃないのかが全くわかりません。まあ説としては、例えば各ジムですよね、ジムの、権利者がやっぱりいるわけですよね。そのジムとか、その例えばソフトバンクならソフトバンク、マックならマックって各店舗の責任者がいて、その人たちが例えばこういやちょっとやめてくれというふうに、したならば、申請出したならばおそらく止まると思うんですが、にしても今回多すぎる。だからさすがにそんなことはないんじゃないかと。今までの EX レードでもそんな前例なかったのに、なんで今になってこんないきなりって考えると、まあ個別で何かしら申請を出してる可能性は低いんじゃないかと個人的には思っておりまして、って考えるとあり得るのは、まあ何かシステム上の本当にエラーというかが、出てしまっていて、 EX レードで、ちょっと改正できていないと、できないジムが多くなっているとかっていう可能性が高いんじゃないかななんて、個人的には思っております。まあ真実はどうなのかっていうところなんですけども、公式さんから何かしらのアナウンスがあったならば、それもまた動画の中で紹介していこうと思います。で、EX レード、まあ中止になった場合ですね、補填としてはレイドパスと星の砂が確か入手できるはずなので、その辺もゲーム内の方皆様ねご確認ください。まあ結果どうなったのかはよかったら、ご覧ください。シェアされた分、招待分と自分の当選分で2回ですね、2000果たしてできるのか、もしかしたら2回ともダメになっちゃうかもしれません。怖いですね。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。本日来たいろんな情報や不具合まるまると、まとめさせていただきました。めっちゃ噛んじゃったね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。